校に来て、いや僕ペアさんキーブリケカショーズ、いやジャポネーやドッツソトピーポーヒェ、じゃあお名前分かる方お持ちでしょうか。赤本さん、どうぞ。はいはい、はい、大丈夫です。あー、よかったー、よかったー、ありがとうございます。大丈夫ですか。大丈夫です、はい、ありがとうございます。以上、以上。はい、見つかりましてですね、この通り壁にちょっと若干ひびが入っちゃったんですよね、レンズに。まあカバーしてるんで大丈夫なんですけど、ちょっとこういう教訓にね。はい、ということですね、今東京駅に来て、無事僕の、YouTube のいつも上げてる携帯、練習をしている携帯 iPhone13 Pro ですね、入ってきまして、ちょっとひび入っちゃってるんですけどね、入ってきました。で、写真ホルダー見るとなんかこうメモが残っててですね、見えますでしょうか。なんかライブなんですけどね、一応なんかメモをね、写真で写してくれてた形跡残ってるんですよね。誰か優しい人がこうやってやって分かるようにしてくれたのかな。本当に日本っていい国だ。これ海外だったらね、フランスとかでやったら、僕も海外でもう2回ぐらい普通にポケットに手でやれてですね、携帯すられたりとかしたことあって、もう日本だったら、海外だったら考えられないことなんですけど、もう日本でね、今生活しててよかったなっていう、本当日本に帰ってきてね、よかったなと思ってます。これからちょっと遠くにね、ちょっと身を引き締めて、年末だからとちょっと皆さんも気を抜かずにね、年も乗せしないように、残り少ない2023年度を、ね、過ごしていただきたいと思います。じゃあ、インスタグラムの方でも結構ストーリーにちょっと皆さんの、助けを求めるというかですね、探して、もし手がかり見つかったら教えてくださいっていうストーリー上げだったんですけど、ちょっとご迷惑をおかけしました。これで無事見つかりましたので、これでこれ今日からまた編集を頑張ってですね、YouTube 活動頑張っていきたいと思います。それではまた次の動画で期待してください。皆さん、いつも見ていただいてありがとうございます。それではまた次の動画で、ね。